約3000 5000マイル 5, キロ歩き終わったのがちょうど6月の半ばなんですよねそれから7月3日までニューヨーク近辺公演してましてそして日本のバイカーたちが訪れて彼らと一緒に今度はバイクにまたがって自分が歩いた道を今度は逆走して。 えー、サンタモニカまでで横断したんですね俺も暇がある男ですからあなんかこうノストラジーを感じながらあここも歩いたよなってねでも1日で約300マイル450キロバイクで走るんですよねでも,も歩くと1日32キロですから20マイルだからもう1か月近くの分をあっという間に歩いちゃうっていうね10日間で アメリカ横断する。7ヶ月かかったところをね。だから非常にバイクと歩くのは違いますけど、やっぱり歩きながら見る景色っていうのがあるんですよね。僕たちはやっぱり忙しい社会の中で生きてます。あの確かにバイクに乗っても歩いても自然の中にいるのは同じなんですけど、でもじっくりゆっくり観察的なのはやっぱり歩きながらなんですよね。えー、走ってるとやっぱりあっという間に通り過ぎますから。 僕たちはまあ忙しい生活をしてますからね日々このシャバの中で以前も言ったようにシャバというのは平和のない忍耐する世界だから、ね、忍耐が求められるから頑張れ日本というような、ね、スローガンが出てくるまた平和がないから平和の歌歌われるそういうシャバで人間は疲れきっちゃいますからね年間3万人の自殺成功者背後には10倍の自殺未遂者 もう亡くなった小渕政権から小泉政権安倍政権福田政権麻生政権菅政権鳩山政権野田政権また再び安倍政権ってねずっと別にあの俺の暗記力を今披露してるわけじゃないけど <laughs> ずっとここ1 0年間さんまに突破し続けてる睡眠薬飲まないと寝れない安定剤飲まないと落ち着かない別にそれがいけないって言ってるわけじゃないけど人間は忙しすぎて バイクでも車でもアイドリングが高すぎると、ね、余計なエネルギーを使ってしまうわけですよね。ですから疲れている人たちが大勢いるわけですよ。シャバではね。昔の先人たちはやはりね、えー、どっかで時間をとって己と向き合う、そういうひとときをね、過ごしてたんですよね。だから著名な、以前も話した夏目漱石もそうですけど、鴨の長命も、 宮本武蔵でさえまたアントワノ・サントグ・ジュベリーも星の王様書いたみんなやっぱり忙しくなった時に癒される場所を見つけるんですねそれが自然界なんですよバイブルの中に静まって私がお前を愛してやまない神であることを知れよという言葉があります要するに大いなる存在が自分の身近にいるということを本当に感じたいなら 静まることが大切だよっていうことなんですね。間を置くことが大事なんだよ。以前も言いましたけど、日本って間の美学なんですね。家の間取りも茶の間、奥の間,の間、床の間、床の間、人間、人の間って書きますよ。また武道では間合いを大切にする舞台でもそうです。間がないと間抜けって言うんですよね。 だから、間が大切なんです。皆さんは今、間を作ってるんですね。で、これは、自ら時間をとって、いろんなことできるでしょう。でも、このフライデーナイトに来て、ね、アーサー・ホーランドの今日はどういうファッションで来るのか、まあ、それを期待してないかわかんないけど、久々にこの白いシャツを着ましたけど、秋ですからね。まあ、そんなことはどうでもいいけど、やっぱり間をとって、 ねえ、ちょっと聖書の言葉に耳を傾けよう。また、その内容がわからなくても、そこにじーっとしてるだけで、要するに自分の気持ちをリリースする。十字架担いで歩いてるとね、以前も言いましたけど、自然に感動するっていうのはね、もろ五分ですよ。あのー、八時間歩きますけど、八時間ずっとわーなんて無理です。 最初のこの朝焼け、暁、明けぼの朝日が昇るところ、そして夜空の星々がもう舞台のカーテンがね、オープンされるようにこう、ずっとその東のカナダに沈んでいくっていうかね、そういうこう景色を見てると、やっぱり感動なのは一日のスタートのあの景色ですよ。 でもその感動もつかの間です。でもいいんです。主のお庭にいる一日は千年のようであり、千年は一日のようであるっていう言葉があるように、結局一瞬の感動が残るんですよね。以前アメリカ大陸をバイクで横断した時、もう5年ぐらい前です。17名の日本の若者を引き連れて、まあ、その中に元暴力団とか相変わらずそういう連中もいましたよ。 元暴走族とかバイクに乗ってアメリカ大陸その時も約10日間で横断しましたでやはりねインターステート70というところを走ってたんですけどちょうどコロラド・ユタ州を過ぎたところもうその西部の聖地っていうかこの荒野っていうかもう空が突き抜けてるんですねこのもう何の公害もない スモッグもない、スコーンとね、もうこう、通り抜けてるっていう、そういう感覚、非常にね、えー、何の音もしない、そういう荒野を、ただバイクの V ツインの、この奏でる音色を聞きながら、ね、走ってるんですけど、ちょうど夕日が沈む時だったんですよ。そしたらその夕日が、この岩い岩わいわに、 こう照り輝いてなんかエメラルド宝石を見てるからのに綺麗だったんですねもう空も赤くなってるわけで染まってるわけですよねで淡々とこのバイク160キロ飛ばしててもスローモーションなんです景色が変わんないんですよねでそれ見ながら17名の,その僕以外のやつたちが僕もそうですけども感動して目頭熱くなって涙が流れみんな鼻水垂らしてるんですよね バイクに乗りながらみんな泣いてるんですよ。もう言葉はいらない。まさに自然は語らずにして語ってる。まさに光をあれとおっしゃったら光があったって聖書の言葉があるけど。ゴスペルとは神が書いたと訳すことができる。言葉の筆によって、言霊によって、 この宇宙というキャンバスにゴッドスペル神は書いた自然界よ。ですから、自然見て感動するっていうのは自然をデザインメイクした大いなる存在、想像主なる神に感動してると言えるわけですよね。ですからみんな言葉いらない、もうその私の恵みは十二分にお前たちに注がれているという聖書の言葉、頭で考えなくてもいい。 肌で感じている。夏目漱石が自分の書籍の中で浮世の匂いが毛穴に染み込んで体が赤で重くなるって何言ってんの漱石ちゃんと聞きたいけど。浮世の邪気が毛穴に染み込んで体が赤で重くなるその逆バージョン。大いなる存在のスピリットが毛穴に染み込んで魂をロケンロールする。ね。感動する。心の中にあった様々な さまざまな日本の中での思い技がシュワー飛ぶ。そして、もう感動して言葉にならない。何か俺は大いなるものに包まれている。自分がくよくよしてた悩みや問題、大きな問題ではない。あれに深いその普遍的な存在に包容されている。そういうところから来る感動。 みんな泣いてるわけですよね。ネイティブアメリカンの祈りという祈りがありますけど、まさにこの状況を表しているかのようなネイティブアメリカンの詩があるんですね。これはまあ宗教の祈りじゃなくて、人間誰しも、また特に日本人にはよく理解できる詩ですけど、美の中を歩かせてください。赤と紫の夕日を見させてください。 私の手にあなたの作ったものをめでさせてください。愛させてください。あなたの声を私の耳に届かせてください。あなたが我が人々に教えたことを理解できるように私を賢くしてください。あなたが葉っぱや岩の影に隠して教えを学ばせてください。私は力を求めます。それは兄弟よりも強くなるためではなく、一番手ごわい敵自分自身と戦うためです。 いつも清いてと素直な目であなたの元へと向かえるように私を準備させてください。清く夕日のように私の人生が消えていくとき、私の霊が魂が心がスピリットがソウルが恥じることなくあなたの元へと向かえるように。うひ、ほうへはあ、涙ちょちょき出るぜ、ベイビー。もうまさに日本人にはわかるしですよ。 松下幸之助でさえ同じようなこと言ってる。学ぶ心さえあれば万物すべてこれ和菓子である。語らぬ石、流れる雲。つまりはこの広い宇宙、この人間の長い歴史、どんなに小さいことにでも、どんなに古いことにでも、自然の理法、宇宙の摂理が密かに巻き付いている。人間の尊い知恵と体験が滲んでいる。これらすべてに私は学びたい。この暗記力の素晴らしさ。 結局、極めて拍手、はい、遅いね。タイミングよくやってくんねえかな。俺のペースが乱れるじゃん、みたいな。まあ、乱れてもいいんだよ。ここはもう乱れる場所だからね。あのー、教会のかしこまったね、そういう仮面被った集会じゃなくて、仮面脱ぎ捨てる場所だから。ね、原点に立ち返る場所だから。己の愚かさを知る場所だから。しかし、その愚かな俺らを愛してくれてる存在がいるんだということを感じる場所だから。 だから俺は何言うか分かんない。開けてびっくりたまってかと。今日本当に自分自身何言うか分かんないんです。あんメッセージで作るもんじゃなくて、メッセージはメッセンジャーそのものだと。かっちょい,い。ミュージックはミュージシャンそのものなんだと。ねえ。ミュージシャンが歌う歌、同じ歌でも毎回聞くたびに何か違うものを感じるのは自分の心の状況が違うからですよ。しかも歌う、その人が同じ歌を歌っても、 また違う思いの中で歌ってから響きが違うわけですよ。俺のメッセージもね、いろんなところは似てるようなところはあるけど、そのアレンジメントが変わると出てくるものも変わってくるし、聞き手がなんか悩み事持ってんならまた違う思いでアンテナ広げてると受信するわけですよ。求めをそうせば与えられる、叩けそうせば開かれる、探せそうせば見つけ出す。 ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door l e open unto you. 求めればいい。必ず与えられる。叩け、開かれる、探せ、見つける、ハングリーになれよってことですよ。皆さん、夕食食べたんでしょうお腹いっぱい。まだ食べてない人もいる。もう俺のメッセージがどうでもいい。これ終わった後、隣のあのフランスなんとかカフェに行って、 カレーライスはそこには安かっただろうなとかね思ってんだろうまあそれは後で食べてくださいってねでも魂も上かと半グリになれよ今ねやはりこう社会の中で生きていると日々のマンネリズムで俺たちは鈍っていくんですよいつの間にか俺たちは野生性をなくしてしまっているこれはしょうがないですよ、ね、以前サンテグク・ジュベリーの書籍の中で 必死を組んだカモの軍勢が、その北から暖かい南の大地を目指して、空を飛んでるわけですよ。その空をガーガーガーってね、鳴き声を、ね、上げながら飛んでるわけですね。そしたら、ちょうどその下に池があって、その池にアヒルが泳いでるわけですよ。アヒルは小屋もあるし、ミミズもあてがえられ、 人間に飼いならされているわけですよ。でもそのガーガーガーという野生のカモの声を聞いたときに一瞬アヒルは、俺も以前野生だったんだと気づいて急に飛ぼうとするんだけど飛べないんです。あまりにも飼いならされてしまって。サントグジベリーの本の中には、ね、飼いならされるっていう言葉が出てきますよ。彼も夜間飛行士でパイロットで、また郵便飛行士で、 ラブレターやビジネスレターを命がけで飛行機に乗って運んでたわけですよね。フランスのトゥルーズからキャンプジョビーというアフリカ大陸の砂漠ガソリンをそこで入れなくちゃいけないから当時は600キロぐらいしか飛べない飛行機ですからね。東京大阪間ですよ。そこでガソリン入れて今度は チリサンチアゴまで向かっていくわけですよ。アンデス山脈、海抜7000メートル、6000メートルしか飛べない飛行機とジンパ一体になりながら、谷間をかいにりながら命がけでラブレター、ビジネスセターを運ぶメッセンジャーだったわけですよ。彼は絶えず自然界を飛行機の中から見てるわけですよ。夜空、星空を見てるわけですよ。大海、この海原を見てるわけですよね。 大地は万感の書物より人間について多く教えてくれる万冊の本を読みよる。自然界は人間について多く教えてくれる。ロマ書の一章、神は自分が作った秘蔵物を通して、自分の存在を響かせるってことは、自分の存在を教えてくれる。自然界を教えてくれるんですよ。だから一サはいざさらば死の稽古戦、花の雨死にしたくいたせいたせと桜かな。 桜のビラは散っていくのを見ながらこの花びらは白傾向してるのかなそして俺に向かってこの花びらはお前もいずれ散るぞ死の支度はできているのかねとこの花びらは俺に問いかけているのかな結局日本人っていうのは自然に対して減り下る異形の根を持つ自然に耳を傾け自然に浸り自然から学ぶ民族なんですよ。ということは自然の背後にある この自然っていうのは神の言葉によって成り立ってますから。神の言葉は生きていて、力がある両刃の剣よりも鋭い、魂と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して、心の様々な思いや考えを判別させることができる。ですから、神の言葉、聖書を皆さん持ってて聖書を開くけど、聖書の言葉、メッセージは、自然界に散らばってるわけですよ。聖書がなかった時代、 神のことがわからなかったのかって違います。あなたが今そこにいるということが、神がいるということなんです。I am という方が大いなる存在ですから、私たちは自分を英語で紹介したときに、I am Arthur というわけですよね。I am って言って、私は、あるという意味ですよ。存在するという意味ですよ。I am あなたはある。なぜかというと、 I am という方、私はあるという方が、あなたを私はあるという方のイメージに形取ってデザインメイクし、息吹を吹き込み、あなたは命あるものとなったんです。愚か者は神はいないと言っている。人間が愚かになるのは自分の存在があるくせに、自分を作った存在を見失ってるってことですよ。その存在は、この自然界をも作り、だから自然と私たちって、 ある意味で繋がってんです。同じデザイナー、メーカーによって作られてるから、人間社会の中で裏切られたり傷つけられたりしても、不思議だけど自然の中に浸る。自然は自分を裏切らない。自然の中に浸ってると、なんか我に返ってくる。神の言葉は生きていて力がありますから。私たちの魂に働きかけるわけですよ。蝉の根を通して、また、 鳥のさえずりを通して、川のせせらぎを通して、打ち寄せる、浜辺に打ち寄せる波の音を通して、私たちは不思議だけど、五感六感を通して感じる感性をみんな持ってるんですよ。でも、社会の中でそういう感性まで鈍ってしまって、私たちは機械の中で、機械のようになってしまっているところもある。 だから人間が人間らしさをなくしている。人間が人間味をなくしている。自分の存在価値がわからない。私の目にはお前はこうか。要するに、お前はスペシャルだよ。お前はバリア i a だよ。お前はプレシャスだよ。そして、私の目にお前は尊い。特別だと。私はお前を愛している。 あなたは愛されているんだと。価値ある存在なんだと。神にとってあなたは宝石なんだと。女性が宝石を身につけるのが大好きなように。大いなる存在はお前こそ俺の宝石なんだと。ハートの中にいつもキープしていたい。そういう存在なんだと。でも人間は自分の存在価値を見失い。価値ある存在になろうと背伸びしながら努力しながら人に認められようと頑張っちゃってる。 で、疲れてしまう。世の中は条件付きの社会大いなる存在は無条件に俺らを受け入れてくれている。そういうことを自然界はね、もう五感六感通して俺らに感じさせてくれるわけですよ。僕自身が勝負の世界で行き詰まって、もう人と会いたくない。不思議だけど、 自然界に出ていった。一人になる能力を愛する能力の前提であるっていうエイリーヒーフロム精神界の言葉が人間ってね、孤独になるのは嫌なんですよ。でも孤独であっても一人ではない。一人であっても寂しくないっていう世界もあるんですよ。自然の中に入ると孤独になるんだけど、自分は一人じゃないんだっていうことに気づくんですよ。 私は世の終わりまでお前と共にいるよ。バイブルの中で神という存在はインマニュエルなる方。私はいつもあなたと共にいるっていう意味ですよね。空気があなたを積んでいるようにこの存在いつもあなたと共にいる。あなたが一人ぼっちで泣いているとき実は一人ぼっちじゃなかったんだ。大いなる存在は泣く者と共に一緒に泣いてくれる。笑う者と一緒に笑ってくれる。 誰も俺のことなんか思ってくれない。あいつに揺られられた。あんな奴ど,どうにかなってしまえばいいんだと思ってても。そういう問題を抱えているあなたを抱きしめてくれている存在がいるけど、あなたは気づかない。そいつのことばっかり考えてるから。俺はお前を愛してるぞ。俺はお前を捨てないぞ。大いなる存在は絶えず、スピリットを持って私たちに毎日働きかけている。しかし私たちは鈍感で気づかない。 何かが起こらない限り気づかない。逆に言ったら、自分の蒔いた種によって失敗するときに、また、人の蒔いた不条理な取り扱いによって挫折するときに、逆に気づかされるんです、人間は。だから、バイブルってすごい様々な試練にあったとき、それをこの上もない喜びとしなさい。自分が蒔いた問題で訪れる試練も、 人の不条理によって訪れる試練も、試練は試練、皆同じですよ。自分から出た、ね、しょうがない自分の蒔いた種によって刈り取る試練でも、人がどうしようもなく裏切って自分を傷つける試練でも、皆同じ。試練にあった時、喜べ。なぜかというと、お前の心の中にある信念、信仰が試されてるんだと。 その問題がやってきた時に崩れるような信仰ならやめてしまえばいいん要するに試練に打ち勝てない信仰、あなたの信念ですから。信仰の創始者、完成者、イエスから目を離さないでいなさい。この存在は私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きます。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。力も蘇った存在。 無から有をもたらす存在。絶望から希望へと移しかえてくれる存在。闇の中に光を与えてくれる存在。不可能を可能にしてくれる存在。この存在が、私たちの信仰の創始者、完成者だっていうあなたが今体験している試練があなたの信じているものを崩れさすならば。 そして、こんな大きな罪を犯してしまって、もう私は神に合わせる顔がない。もう自分は地獄行きだ。もう神は自分を見捨てた。ありえない。それはあなたの思い過ごしです。それがあなたのレベルの神なんです。そんな神は死になくていいわけです。 恵み深い方、憐れみ深い方、私は正しい人を招くために来たんじゃなくて、罪人を招くために来たの。宗教熱心があなたを救うんじゃないんです。真面目があなたに救いをもたらすんじゃないんです。ジーゼスのあなたへの熱心が、ジーゼス,ジーゼスのあなたへの命がけの十字架での死と復活があなたを救うんです。 あなたの行いじゃないんです。一方的な神の憐れみと恵みがあなたを救うんです。そのことを信じて生きるか、そのことを無視して生きるか、それによってあなたの心の状況は完璧に変わります。それは神があなたを苦しめているんじゃなくて、あなたの生き方があなたを苦しめているんです。それは神のせいじゃないんです。あなたの心の中の神が小さすぎるだけなんです。 そして誤解してるんです。あなたの神概念が問題なんです。多くの人の神概念というのは自分の良心や自分に影響を与えた人から来ているんです。怒られる。また自分はダメな人間だって言われてきた。なんでもっと勉強できないの。結局自分に影響力を与えた良心。彼らは完全完璧ではありません。 一生懸命子供を愛して育てようとするけど自分が育てられた育て方しか表すことができないわけです。人間みんな発展途上アンダーダーコンストラクション工事中なんです。でもどっかで私たちは挫折している時に心を開いて神を信じるんだけどだん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 疲れてきたりストレスがある時には 自分に悪影響を与えた存在が自分の神概念になるんです。でもそれは正しい神概念じゃないんです。聖書を読んでいけば、ジーザスはリりだって恵み深い存在だって書いてあります。あなたの罪のために十字架にかかってくれた。罪というのは人殺す、盗む、悪いことする。それは罪の結果ですよ。犯罪の罪もあれば道徳的に乱れた罪もある。 そういうことをしなくても心の中で人を憎しむことは良心の罪という。罪とはまとはずで野球で言うならバッティングの塾がブレて生きているということです。人間はみんなブレているんだと。命の源からブレて生きているから形の中で堅苦しく生きるんです。愛の源から背を向けて生きているから愛の求道者になるんです。 もしの愛、だからの愛で心を満たそうとする。エロスの愛、フィデオの愛、兄弟愛、セチュアの愛で満たそうとする。でもすっぽ抜けるんです。それだけでは人間満足いかないんです。in spite of love にもかかわらずの愛。人の子ジーゼスが友あなたのために命を十字架の上で捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持ってないとセチュアにあ。Greer love has no one than this.The one man lays down His life for his friend. バイブルの言う愛は Greatest Love。人間が体験するラブは小いじゃなんです狭い愛なんです低い愛なんです。大いなる存在が与える愛は大きな広い永遠の愛であなたを愛する愛なんです深いどんな問題も罪を解決へと導き、読みにまで下ってあなたを天へと引き上げる高い愛なんです この大きな広い深い高い愛があなたに与えられているんだと。誰でもどんな人でも、娼婦でもヤクザでも、真面目なものでも不真面目なものでも、誰でもこのイエスの大きな愛のうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古いものは過さ去に見よう。べてが新しくなった。 心が変われば態度が変わります。態度が変われば行動が変わります。行動が変われば習慣は変わります。習慣が変われば人格変わります。人格変われば運命変わります。運命変われば人生は必ず変わるんだと。結局、人間の問題は心なんだと。これはあなたがビジネスするにあたっても、この世の中で生きていくために、結局、心が問われるわけです。 この野の花の美しさはどこに秘訣があるかというと言うまでもなく地面に埋まっている根っこなんですよ。根のことをコントも訳すように、私たちの魂のこともコント訳せます。根と魂というのは似てるところがあるわけです。根がなければ花のかぐわしい香りは放たれない。根がなければこの鮮やかな色合いは滲み出てこない。 魂が生き生きしてたら、あなたの表情に現れます。心に喜びがあれば、顔色を良くする。心に憂いがあれば、気は塞ぐ。信玄のそのものの知恵の言葉ですよ。あなたの心に喜びがあれば、顔色良くなる。心に憂いがあれば、気は塞ぐ。全部心の影響です。自分の顔が水に映る顔と売り二つ同じであるように、あなたの心もあなたを映します。 あなたの目つきに、あなたの表情に、ある時は顔色に、あなたの心の状況が現れているんです。心に喜びがあれば、あなたを見る人が、神を見たことなくてもあ、神様いるんだと感じる。以前に、この人見てると仏見てるようだ。これ、仏は見たことがないけど、褒め言葉として使われるわけですよ。ね やこの人見てるとジーザス見てるようだ。